なあなあ、なあ、なあ、レイジーエンジェルス、あの人はな、は？やがみち！なんだこの音は。あれはレイジーエンジェルズヘッド、皆川リナ。イエーイ！今夜のギグが始まるぜ！こいつは死にゆくレーサーたちに捧げるデスソング、死にも飛び起きるパンクが生かしたレクイエムだぜ！うるせえ！私たちはレイジーエンジェル、バルハラから落ちた悲しき天使たちだよ。今夜も冥界までぶっ飛ばしていこうぜ。イエーイ！あんたが八神か。ああ。爆音雷竜の花咲をやったんだってね。やるじゃねえか。幸せなやつだよ。レースで死ねるなんてさ。殺しちゃいねえ、引退に追い込んだだけだ。引退だって聞いたかい、みんな。こりゃ傑作だね。デスレース引退しちまったら、あとは醜く老いて死ぬのを待つだけだよ。地獄に落ちたってエンマ様に門前払いされるだろうさ。皆川、やるならさっさと始めようぜ。最初の相手はドイツだ。ラブホ、相手してやって。やったー、イケメンだ。イケメンと神獣だ。神獣だと？ヤガミッチ、それがレイジーエンジェルズの世界観だ。奴らにとってレースで死ぬことは誇り高きものなんだ。レースで死ねばレーサーたちの天国バルハラに行けるって考えてるようだからな。なるほど、わけがわからねえな。とにかくヤガミッチはあの女の神獣相手に選ばれたらしいぜ。大変なことになっちまったな。ヒュー、いい男だね。飛ばしていこうぜ、天国に向かってよ、イケメン。行くよ、オレオレ、行くよ、オレオレ、行くよ。
よし。やめてくれ。ああ、人生という名のデスレイ。もヤガミさん。ん？え？はい。ありがとうございます。ところで、ありがとうございます。
はい。つまり、はい。